一戦にはなりそうです。さあ両チームの選手たちがピッチ上に姿を見せ始めています。まあ、小野に関しては前回の京都戦、まあ、自身 J1 通算アンデルソン・ロベス、エウベル、キラー、畑中、一森、この辺りは変わらず今日もピッチに立っています。さあ今度は走り込んでいく中で戻して本田、鮮やか先制ゴールはサガン鳥栖、岩崎のパスを受けた本田です。なんとあっという間の先制劇、本田は2試合連発。今のシーンです。まあ、ここはやっぱ狙いとしていたサイドバックの裏のところをうまくつけたと思いますし、まあ、ディフェンスラインからするとここちょっとフリーさせたところでこうコントロールして本田がしっかり上がってきたところでこう少しボール流れるんですけども、やっぱスライディングしながら彼のはここ決定力の高さですよね。まあ、前節も決めてますからこういうとこ気持ちよく打ててるっていうところは出たと思いますけども、やっぱ狙いとして岩崎のところのサイドバックの裏ってところはいきなり出ましたよね。まあ、非常に難しいシュートだったと思いますけども、うまく流し込んだし、いいシュートでしたね。これは鳥栖としてはもう絶好の形で先制。本田は2試合連続ゴール、こう自信持って臨めるんじゃないですか。おっとこれは小野、そして本田、また行ったないや畑中よくブロックに行った。いやよく触りましたね。そして小野からのボール、岩崎、これは先ほど最後のですね、はい、クロスですね。岩崎やっぱ走り込んでるので非常に高さあるのと、まあ、ボールの質も非常に良かったなっていうところ。ちょっと今 VAR、 さあ今度は菊池が運んでいって、ここはいいパスが長沼に出た。長沼からのボール、もうこぼれ、本田だ。あーこれ割ったラインを割った。いやー本田、さあ今度は山根、右にはマテウスがいる。ヤンマテウスの折り返し、なんとか伸ばした田代。いや田代よく触りましたね。おっとただアンデルソン・ロベス、小野、藤田、川原、わー川原いいところ見ていた。長沼、いや川原の絶妙なパスから長沼でしたが、これは岩崎に出た。岩崎戻して、さあ川原が侵入してシュートに来ました。まあ、マルコス・ジュニオールがスタメン、今日はサブという形。これは長沼、旗は上がっておりません。本田仕留める。ロペスというストライカーがいるという形です。もっとこれ森谷でいい形で、またさあ小野、エドワルドに当たっています。ここはただどうやら上げていきそうですが、川原からのボール、山崎で競ってこぼれを長沼めく、あとは小野、一森、そして本田浮いてしまった。ただいくらしのぎどころといっても1本の展開で得点を取れるだけの力があります。さあヤンマです、勝負に行くか。ヤンマです、戻して山根、おー最後はロペス、山根ロペス、モリアからのボール、ヘイン、ボールの質も良かったですし、まあ、ここで多分ストーンの前で触るってところをイメージしたと思いますけれども、まあ、ちょっとこう当て方が薄かったんだと思いますけども、アンデルソン・ロペス、山根、ここは山根いい対応だが、本田がすかさずいいサポートになった。さあ本田だ、岩崎エリアの中に入る、カーター、一森よく防いだ中で、まあ、ここでボールを失ったときに、まあ、後ろに立つので、まあ、うまくコントロールしましたし、これ右足のアウトで相手の前で触るってところはイメージしたと思いますけども、まあ、ボールの質も良かった、速くて質も良かったですもん。さあただコーナーキックにはつながっています。川田も入ってシュートはよく打っていますが、さあここもまたニアで川田、